こんなに大きな鉱山があるなら鉱石取り放題よね。いつまで。お、早速来たな。え？サベリオ、もう少し橋に寄れ。邪魔だ。そっちこそ邪魔だ。橋に寄ってくれ。あなたたちはガラス派と魔石派の。ええ、俺がガラス派統領のサベリオです。ガラス細工の美しさと躍動感はいかがです？開港と交易の中で生まれた新しい力、ガラス細工こそ町の未来を背負うにふさわしい。そうは思われませんか？はい、まあ。失礼。私は魔石派統領のアルベルタ。魔石装飾の神秘の輝きにもぜひ触れていただきたい。町の発展を常に支えてきた伝統と格式を誇る魔石装飾こそ町の象徴にふさわしい。そう思うだろう？そうでしょうね。ところで、この拠点、あなた方がわずかな時間で建てたというのは本当か？はい、わずかっていうか、まあちゃちゃっと用意しちゃおうかなって思って。組合長代理ととある技術的な折衝もあり、彼女はお疲れです。今日のところはお引き取り願います。錬金術師殿と技術的な折衝？この若さで？ほう、先ほどの話を聞いてもなお錬金術師としての技量を疑われておいでか？組合長代理の交友関係を見極めるのも我らの役目。何よりここは交渉の町だ。いくら高名な錬金術師という触れ込みでもな。では試されてみるがよろしい。周辺で取れる素材を使って何かしら錬金術で物を作ってみてくれ。完成の折は組合本部にて品評させていただく。どういうこと？実はみんなが住人と話してる間、工房で説明をしてきたんだ。説明って何の？フェデリーカ城と仲のいい高名な錬金術師がサルドニカに来訪した理由をだ。理由って謎の文様を調べに来たんだろ。あとここの技術を学びに。馬鹿正直にそう言って険悪な両派からそれぞれ秘伝の技術を教えてもらえると思うか？そりゃあ。だから両方に組合長代理から重大な問題を解決する協力を要請されたって伝えたの。重大な問題って、交易船を邪魔する科学群島を解けることだよね。一応そのこともついでに説明はしたさ。でも今は両方とも世紀の彫像をめぐって争ってるところだから勘違いしたみたい。フェデリーカさんと巧妙な錬金術師殿が技術的な話をしに来た意味よね。この錬金術師が世紀の彫像の決定にも影響を与えるのではってな。うわ。とりあえず関心を引くようには仕向けた。あとはお前次第だぞ、ライザー。え？この作戦は巧妙な錬金術師殿が両方を感心させられる力を持ってることが前提なの。ライザなら大丈夫だよね。頑張らせていただきます。はい。よし、準備万端。
渉してると、別のジャンルに触れてみるのは面白いかもね。どこに行こうかな。なんだ、すっげえ鉱山。誰かさんが喜んで鶴橋振り上げそうだな。毎度、欲しいのは見つか、これで、ありがとうさん、これで、ありがとうさん、毎度ありが、この後は外に行かないの？準備はできてるよ。ちょっと待ってよ。私まだ何もできてないよ。あ、そうなんだ。私はもういつでも行けるよ。ねえ、なんかクラウディアっていつもすぐ外に出られる感じだよね。いいとこのお嬢様だし、緑だって整えるのに時間かかりそうな気がするんだけど。だってライザと冒険に行くのいつだって楽しみだから、いつでも行けるようについつい。最初はそれでもちょっとは時間がかかっていたんだよ。やっぱりどうしても準備があったから。でも何度も出かけていくうちに必要なものとそうでないものがだんだん分かってきたんだ。だから今はこう見えても不要なものはほとんど身につけてないし、手慣れても来たから早くなっちゃった。そう言われてみると今回も村にやってきた時からそうだったような。そういうことだったんだ。もうクラウディアったら。何作ろうかな。何入れようかな。入れる場所はどこに入れよう。レベルアップ。どこに、どれにしようかな。よし、いけ。何作ろうかな。何作ろうかな。どう強くしよう。必要なのはこれも再利用よね。これも再利用よね。必要なのは、さすがに身長の伸びも止まったかな。
言われてみればどれにしようかな。なんかもう昔のタオが思い出せねえよ。集めちゃいましょうね。集めておこう。どんな素材も無駄にならないからね。これも使えるのか。ライザなら有効活用してくれるよね。ちゃあ、発見。これガラスに加工できそう。とりあえず集めておく。かな。見つけたものはちゃんとしまっておけよ。どこか行くのか。行ってみよう。絶対何かあるよ。何かやらないといけないことがあったような気がするんだけど。メモとか残してないのか。私がそんなに几帳面に見える。
この前、旅先で私のことを知ってる人と会ったんだ。ほえ、有名人じゃん。取引先の人か？バレンツ商会もどんどん大きくなってるな。何作ろうかな。考えすぎかな。レベルアップ、レベルアップ。入れる場所は、入れる場所は、よし、いけ。どれにしようかな。何作ろうかな。材料はどこに入れよう。何入れようかな。入れる場所は、入れる場所は、入れる場所は、材料はレベルアップ。どこに入れよう。よし、行け！できた！何作ろうかな？入れる場所は、材料は、どこに入れよう？入れる場所は、まだまだすごくなるかも！こんな、よし、行け。何作ろうかな。よし、二つとも完成。組合本部に持っていこう。ここにしよう。ガラスや石のぶつかる音がすごいな。それだけ職人が多いってことか。これで大丈夫だ。いつの間に品評会などという話に？ご依頼の品です。どうぞ。ほう、造形はかなり感覚寄りだな。俺は嫌いじゃないが。全体に甘さと荒っぽさが目立つ。造形は一見美しくはあるが、細部の精度が低い。しかし、この彩色は一体どのような手法で？我々が採掘した魔石では見たことのない色合いだ。通常のガラス細工では不可能な表現だ。これが錬金術というやつの特徴か？いや、噂にたがわぬ見事な腕前。我ら共に錬金術というものを侮っていた。見たことのないものを見せてもらったよ。
これは俺たちの方から協力を頼みたいくらいだ。そうですか。いや、本当は魔石とガラス両方を組み合わせたりしたかったんですけどね。え？笑えん冗談はやめてくれるか、錬金術師殿。ありえん話だ。すいません。ああ、だが確かに組合長代理が相談相手に呼んだだけのことはある。我らも協力を惜しむものではない。我が魔石派を何とぞよしなに。相談相手に呼んだ？こちらこそよしなに。お疲れ様、ライザ。今日のところは退散するか。アトリエに戻ろう。なんかどっと疲れた。今日はもうアトリエに帰って休もう。すげえ鉱山だ。これだけ豊富な採掘資源があるってのは少し羨ましいな。ごめんください。あ、フェデリーカさん。皆さん揃っておられるようですね。まったく、両派の対立をうまく利用されたものです。すみません、私たちの側も手段を選んでられなくて。お互いにとって悪い結果じゃなかったと思うが。あの後、錬金術師殿を我が派に引き入れつつあるとしつこく主張された私の身にもなってください。すいません。それで御用ってのは。はい、実は例のものが拍子抜けするほどあっさり見つかりました。例のものって、まさか。はい、おそらくはこれですよね。宮殿の扉の文様とそっくりだ。こっちは手のひらくらいの大きさか。関わりを探すってことではいきなり大正解だな。これは一体どこに？あっさり見つかったって言ってたけど。先祖の祭壇の前にあった古い小箱の中身がそれでした。なんでまたそんなところに？はい、この町はずっと昔、とある錬金術師様から魔石の扱いを学んだのです。錬金術師から？錬金術に頼らず魔石を扱えなければ交渉にあらずという意見が主流になって、たもとを分かったようですが。ちょっと手に取ってみていい？はい、どうぞ。どう、ライザ？何も感じないかな。魔石も力をなくしてるし、石板に仕掛けもなさそう。単なる装飾品なのかも。お役には立てませんでしたか？とんでもない！これ以上ない収穫だよ！手がかりがここにあったって確証が持てたんだから！調べる焦点が絞れたわけだからな。フェデリーカ嬢、その錬金術師に関して引き続き調べてもらえないか？はい、わかりました。そういえば、もう一つ用事があるんです。これは？いきなりの依頼となってしまいますが、あなたの錬金術でこれの純度を高められませんか？多分できると思う。素材がそれしかないので、できれば失敗は。あと、この依頼については口外無用でお願いします。うん、わかった。みんなもお願いね。